北浜駅は、大阪府大阪市中央区北浜一丁目にある、京阪電気鉄道京阪本線、大阪市高速電気軌道境筋線の駅。駅番号は、京阪が、K102, 大阪市高速電気軌道が、K14, 島式ホーム一面二線を有する地下駅である。改札、コンコースは、地下1階、ホームは、地下2階にある。改札口は1カ所のみ。 隣の淀谷橋駅へは改札外の連絡通路でつながっている特急停車駅であるがホーム付員はやや狭い。淀谷橋駅が満線の場合同駅場内信号機に停車するが駅間距離が短いため8両編成の場合は列車の最後尾1両が当駅のホームに残った状態で停車するという独特の光景が見られる。 さらにラッシュ時はその状態のまま後続列車が第二城内信号機まで入線してくることが多く、さながら列車の閉結前のようになる。ホーム途中に城内信号機、または大霊閉塞信号機を備えた駅は他社でも都市部を中心に数多くあるが、上記のような場面が頻繁に見られる駅は珍しい。かつて駅名標は北浜と表記されていたが、 2007年度中に天満橋駅等で導入済みの新フォーマットに取り替えられると同時にの記載は抹消された。また、かつては到着の前の車内放送で三越前と案内されていた。駅ホームのカラーリングは茶色。かつてバリアフリー設備は車いす移動に対応可能なエスカレーターのみで、京阪電気鉄道の地下駅では唯一身体障害者対応エレベーターは、 設置されずにいたが、2018年10月末に、エレベーターの設置が完了した。乗り場島式ホーム1面2線を有する地下駅である。改札、コンコースは、地下2階、ホームは、地下3階にある。改札口は、京阪北浜駅寄りの北改札と、旧三越大阪店寄りの南改札の2カ所がある。当駅は、堺筋、本町管区駅に所属しており、 堺筋、本町管区駅長が管理している。車椅子対応のエレベーターは改札内北、改札口とコンコース間と改札外、B2 階コンコースと B1 階警範駅との連絡コンコース間に設置されている B1 階と地上間は隣接する大阪証券取引所ビルのエレベーターが使用可能。おむつ交換内や車椅子に対応した多目的トイレ北口改札外と、 南口改札内の2カ所に設置され、南北両改札口には AED が配備されている。乗り場各年度の1日の乗降、乗車人員数は下表の通りである。駅前の北浜1丁目交差点となりの淀ド橋駅とは地下通路でつながっている。大阪取引所や証券会社が集まる大阪の金融センターである。また、駅南側の土壌町周辺は、 製薬会社や薬問屋が多い。最寄り停留所は、堺筋と土砂堀2が交差する、北浜1丁目交差点付近にある、北浜2丁目である。以下の路線が乗り入れ、大阪シティバスにより運行されている。利用状況の出展。ありがとうございます。